マイル坂井のジャマイカです。はい、ということで今回もですね、エーペックスレジェンズモバイルやっていきたいと思います。で、今回話していく内容なんですけども、画面の真ん中に映っておりますこちらパスファインダーですね。僕も大好きなパスファインダーなんですけども、結構ランクマッチ回るときにね、僕このパスファインダーというキャラめちゃくちゃ使わせていただいてまして、先日このパスワインダーを使ってダブルハンマー4000ダメージですね、を取った動画とかを載せさせていただいたんですけども、それぐらいパスファインダー結構使ってて、今回はそんなパスファインダー戦がお送りするパスファインダーグラップル解説やっていきたいと思います。ちょっと手元動画ね、後で載せるんで、今はね、まずパスファインダーの基礎のところから紹介していきます。手元はもうちょっとお待ちください。ということで、まずこのパスファインダーなんですけども、まず基礎情報ですね。こちらパッシブスキルとして調査ビーコンをですねスキャンすると、次のリングがこのように緑のアンチでね表示されるようになります。で、しかもこちら調査ビーコンをスキャンすることによってジップラインがですね一瞬で溜まるんですよ。ほら、ウルトですね、ウルト。ウルトが後で説明するんですけど、一瞬で溜まります。これがパッシブスキル、標準装備されたスキルですね。そして続きまして戦術アビリティですね。こちら主に今日解説するのはこちらですかね。お、ちょうど今日の動画で使ってるシーンじゃないですかこれは。こういうのがグラップルです。音がでかい。指定した地点にグラップルを刺して、そこに移動、もしくは遠くに移動するっていう戦術アビリティですね。続きましてウルト、こちらジップラインですね。ジップライン、こちらですね、全員が、こちらジップライン表示されて移動することができます。ちなみにこれ敵も移動できるのでね、注意が必要です。ということで、ここから先はですね、手元動画で、パスファインダーのグラップル解説していきたいと思います。ということで、皆さんいきますよ、せーの、やっていこうじゃマイカー。ということで、いきましょう。さあ、ということでやっていきたいと思います。まずは基本的なところから、特に高低差のないまっすぐな道の時とかですね、こういうところでグラップルを使うとしたら、ギリギリ、なるべくこの奥ギリギリの方、この真ん中の照準がですね青く表示される場所を掴んで、ジャンプボタンを1回押す。そうすると遠くまで飛ぶことができます。こんな感じで、で、そのままジャンプボタンを押さずにやってしまうと、このような感じでね、ただ地面をするだけになるので飛距離が伸びません。ジャンプボタンは刺さった後いつ押しても大丈夫なので、グラップル刺した後ジャンプボタンを押してください。そうすると遠くに飛びます。で、さらに距離を稼ぐ方法としては、この刺さる前にですね、この移動キーあるじゃないですか、移動キーを若干後ろに引っ張ってからジャンプを入れると距離が若干伸びます。ですので、一回後ろに引っ張って前に倒すっていう意識でやってみてください。で、今やってるんですけども、その後ね、その後このしゃがみで着地します。しゃがみで、はい。そうすると続けてバニーホップができるので、これは絶対にしゃがみボタンを空中で入れてください。バニーホップに関してはね、過去にキャラコンの動画で解説してますので、もしよかったらそちらも見ていっていただけるとありがたいです。今回はパスファインダーの解説なので省略しますって感じですね。で、こういう平坦な道じゃなくても、ちょっと高いグラップルを刺せる場所があるとしたら、こっちに刺した方が正直言って距離は伸びやすいです。続きましては遮蔽物、例えばこういう感じのやつ、こういう感じのやつを利用したグラップルになります。例えばこの遮蔽物を使う場合、この遮蔽物を使う場合はですね、これ一回左後ろ側に入力を入れます。その後前に持っていく、右前に持っていくと、結構飛ぶことができます。指の動きをぜひ見てみてください。左後ろに入れてジャンプも入れて、このように前に出ていく。で、逆の場合、右側に刺す場合は右後ろ入れてジャンプ入れて前に出していくって感じですね。指の動きこんな感じになります。あと PC 版なんかではね、なんか引っ掛けグラップルみたいなものがあって、照準が青く光らないところ、ちょっと横で引っ掛けてやるっていうやり方があるんですけど、そこまでね距離変わってる気がしないんですよね。変わってるよっていう方いたらちょっと教えてください、お願いします。なんでこれに関しては説明を省きます。で、次に大事な仕組みとして知っといてほしいのが、戻ってくるグラップリングですね。これどうやるのかと言いますと、これまず刺します、でジャンプします、で一応追ってください、この刺したところ。そしたらこうやって一生回り続けることができます。はい、刺してる間はこうやってミスんない限りは回り続けることができます。よっ、途中で多分切れる仕様なのかな、これは多分時間によって切れる仕様だと思うんですけど、これを使って、向きをね、向きを変える。例えばこっちに行こうと思ったけど敵が戻ってったので、やっぱこっち行こうみたいな感じで向きを変えるっていうことができます。これはさっきのやつの簡単バージョンかな。ジャンプボタンを押した後は視点を追い続けるだけなので、
これで追い続けてみてください。であと知っておいてほしいことで言えば、これグラップルをした後キャンセルボタンがあるので、ここの向きで離したり離す場所を調整できるって感じですね。行こうと思ったけどやっぱやめようとか、まあ、シンプルな向き調整として、たまにキャンセルボタンバグって出なくなるんですけどシンプルな向き調整としてキャンセルボタンを押すのもありかなと思います。まあ、あとグラップルを使う要素としては、例えば戦闘中とかね、戦闘中とかこうやってやば当たんない当たんないってなった時にグラップルで一回敵の裏側に行ってこうやって後ろから仕留めていくとか、まあ、とにかくこのグラップルプラスジャンプボタンプラスキャンセルボタンとかで結構自由な動きができるので、この辺はこうやって敵をね、射撃用の敵を追って練習していくといいんじゃないかなと思います。まあ、なんならね、敵に刺すこともできるので、敵に刺したらまあこんな感じの動きができます。ぶん投げたりね、まあ、これは射撃場のボット限定です。まあ、ただカジュアルとかランクマッチとかでもね、こうやって引き寄せることはできるので、まあ、引き寄せる際には使ってみてください。まあ、本当に個人の機動力で言ったら多分ね、どのキャラクターでもある機動力最強のキャラなんじゃないかなと思います。あとジップラインですね。ジップラインに関しては特に説明することがないので何とも言い難いんですけど、結構ねこれ距離刺せるんですよ。あとね、これ刺さらない箇所とかもあるので、例えばこういう刺さらない箇所、これ刺さんない刺さんないって慌てる必要はなくて、これ刺す場合、グラップル刺す場合はこの例えばこの赤い最先端のところを見るんじゃなくて、ね、障子の中心をなるべく刺したい場所に合わせる。そうするとだいたい刺せる場所が分かってきます。こんな感じでこの辺は刺せなさそうですね、多分って感じで、とにかく中心を刺したい場所にしっかりと合わせてみてください。そうすると結構刺しやすくなると思います。こんな感じですね。まあ、何かまだ分からないことありましたら、ぜひコメント欄とかで質問していただけたら答えれるかなと思います。まあ、夜9時から配信もしてますのでね、そちらの方で質問しに来ていただいても大丈夫です。よろしくお願いします。ということで、ここから先はですね、今回ご紹介したグラップル技術を使ってクリエイターランクマッチ、まあ、いい感じにキルしてきましたので、まあ、ぜひグラップル実践の動画もね踏まえて参考にしてみてください。それでは続きをどうぞ。セドウェイ金星てるレイス、いいよ、マニハ横取った、レイスやった、レイスやった、レイスやった、あとウェイル、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 上のパス60、ここ来てるよ、来てるよ、マサン、そこ見て見て、これ詰めね、ブラハ、ブラハ詰めね、ブラハガチロ、ブラハガチロ、やったやったやった、あと1上、あと1、あ、降りた降りた降りた、パス降りた、パス降りた、パス降りた、回収した回収した、終わった終わった、ガチロ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 、こいつやったやったやった、あのね、お、来た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 、やれよこれ、降りてきたやつ、こうしたレイスは逃げてったよ、おいよ、燃えるっしょお前、それラグラグ、お前ラグ、ナイス、1枚しか起きてないね、レイスが逃げた感じ、トレインガーじゃねえ、なんか今言うて300あるから、待ってガスある、危ねえ、なんだよ味方のガスと敵のガス分かんねえな、いるな、死んだかも、危ねえ、ごめん、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、マジやべえ、アーク来た2回、アークで来た2回、2回ちょっとガス欲しい、待って、なんか感じしたんだけど、上ガス欲しい、家の中の方がいい、家の中じゃなくて俺、いやいやいや、下がってもいい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 、はい、ナイス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 、あ、上いる上いる、え、屋根上取られてる、お前出るわ、もう一個屋根降りてやる、いるわ、まだ屋根上まだいるわ、番が70、もう一個前で出るわ、屋根取りてえな、取り返したいな、屋根は今いないよ、屋根今来た、今来た、番が、番が今来た、123、屋根上取りますね、いいよ、俺も一個は、アクス投げてる、なんでな、一回巻く、一回巻く、一回巻く、やれる、やれる、巻くわ、いいよ、待って、落ちちゃった、最悪、
俺も俺も奥180間違った110奥上行くまた戻る俺らほいた俺らほいた俺らほいたオッケーオッケーあれ戻るよ俺戻りましょうかこれやろうぜこれどこ行った逃げてて逃げてて勘違い何しないこいつ待って待って待ってやったやったやったどこだちょっと上がっていいよ2番いいよ撃たれて俺もうどこかわかんないわ撃たれてるロングボウピン刺したとこじゃないちょいとほんとよう多分そこかなロンボウめっちゃ遠かったマーさんが行けるタイミングで来てますか俺オッケーオッケーあ、右いるね。おった、40出てる。カカラが。いいよー。ダブル飛んだね。いいよー。こっち、こっち前行かせ。いいよー。これ、タクちゃんたちのパーティーだ。バフの方に移送中。バフが入った。真下か。見えないな、俺。足跡、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 足跡。いや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 。マジかよ、終わった。何このガチ？いや、危ねえ。なかなか2回、2回、2回。割りかけ、割りかけ、割った。ガチロ、やった。ナイスナイス。あ、いるわ、その岩。あれだ、あのスナイパーだ。左走ってるわ撃ててよ、真ん中にしてから撮るわ俺も場所を広げますわ、ね、これあー、ここ奥いるわこれバス行っていいんじゃねこれやり合って3人でしょやり合ってバスやりましょう、これ、うん、バス行って、多分あー、フローの滝さんいる奥に、下ね、下、奥のバスいないんじゃねこれじゃバスいないあ、滝さん死んだ、滝さん死んだ、滝さん死んだロンボ車線通さないように撃つわ俺めっちゃ有利、めっちゃ有利レイス、あ、レイス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 、右下ねあれ、レイスなんか戻った左から出てくる奥のここ多分終わった終わった終わったこっち終わったけど無理だなちょっと展開しろ俺警告検査が始まっています1枚ガチの126ここ126奥奥126手前のキャラレイス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 ロンボ来てる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 オフタン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 打ってほしい61こっちにいいものがあるのかもブレ来てるわ。オクタン61ね。オクタン待ってる。今だけ待ってる。フェード来てるわ。はいよ。いや待って俺レイトワンワンだこれ。わかんない俺見えないそこ。絶対勝つね絶対勝つ俺これ。やったやったレイスやった。ごめん知らないよこいつ。ああ巻き合いアーマー取られてるアーマー取られてる。アーマー1回。はいよ。なんか1枚飛んできてる。足元。ガネさんが飛んでるガネさん。ここ1枚だよ。右コンテナ右コンテナ。140。右コンテナちょっと見るね。オッケーそこレイス多分1枚いる。あ。あ、フェードだ、フェードかも。フェードだ。フェード打ってる、フェード打ってる。フェード待ってるよ。130。やっちゃった、フェードやった、フェードやった。1個下がった、1個下がった。はいよ。岩レイス、岩レイス。これ、やりっていいこれ。はいよ。レイス、ここ。真下、俺、オフタンやりいくよ。せーの。あとあとあとナイスナイスあとレイスレイスレイスここイオンいや座ったあっちまで金ロック見ナイス金ロックいるこいつやはいこんにちはジャスナイスナイスうぅいいねー